イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校は、米国イリノイ州、アーバナ及びシャンペーンに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1868年に設置された。イリノイ大学システムは、アーバナ・シャンペーン校、シカゴ校、スプリングフィールド校から構成されるが、一般に、イリノイ大学という場合、アーバナ・シャンペーン校を指すことが多い。アーバナ・シャンペーン校は、イリノイ大学システムの中核たる機関校である。米国東部の名門私立大学群をアイビーリーグと称することから派生した公立の名門校群であるパブリックアイビーの一つ。2016年現在、US ニュースのトップパブリックスクールズランキングでは第11位。アカデミックランキングオブワールドユニバーシティスでは2010年世界第25位を獲得。特に工学系の専攻は世界第4位にランクされた。LED やモザイクはイリノイ大学における著名な発明の例である。コンピューターサイエンスの強みは特筆に値し、ビル・ゲイツ氏は2004年2月のスピーチで、マイクロソフト社は同大学のコンピュータサイエンス学科の卒業生を最も多く採用したことに触れた。YouTube の設立者であるスティーブ・チェンも、同校工学部コンピューターサイエンス専攻の出身である。1862年、農業及び工業技術開発の促進のため、州が公有地を大学用地として供与するモリルランドグラント法が成立。それにより、1867年にイリノイ産業大学として創立、翌1868年に開校した。1885年にイリノイ大学と名称が変更されたが、1982年にイリノイ大学の他キャンパスと区別するため、現名称であるイリノイ大学アーバナ・シャンペーン校と改められた。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校は、イリノイ大学システムの中では、最も古く、規模も最大であり、業績、入学難易度ともにトップに位置する。大学は17の学部で構成され、150以上の専攻を有する。キャンパスは互いに隣接するアーバナ市とシャンペーン市にまたがり、1468エーカーの敷地に266の建物がある。キャンパスの主要部はクワドと呼ばれる長方形の広場で、主として総合一般教育を行うビルがそれを囲んでいる。南側のフォーリンジャー公会堂を挟んで、アンダーグラデュエートライブラリーという学部学生用図書館があり、さらに南にはアート系、農学系のキャンパスが広がる。北側には1997竣工のグレインジャーライブラリー新図書館がある。新図書館よりさらに北の部分は工学系のキャンパスである。このように大学敷地は南北に長いが、その外縁の道を時計回りに循環する2両連結バスが運行しており、これは学生証を提示すれば無料で利用できる。他にもアーバナ・シャンペーンの2市内のバスは学生であればすべて無料で乗車可能。これら教室ビルを囲んで学生寮やアパートがあるが、特別な事情がない限り学生は1年間大学寮に入らなければならない。彼らのほとんどは北東の角に位置するイリノイストリートレジデンスホール、または南西の角に位置する6連棟。アイキンベリーレジデンスホールズに入る。キャンパスから少し離れた場所にある大学病棟のさらに南東にはペンシルベニアアベニューレジデンスホールズとフロリダアベニューレジデンスホールズがある。前述のアンダーグラデュエートライブラリーの隣には100年単位の遺伝子実験材料である遺伝子組み換え済みのトウモロコシ畑がある。隣接するサボイ町のウィラード空港は大学の所有地であり、航空学部の実習はここで行わる。本来小型機用に設計された空港ではあるが、中短距離向けに燃料を補給したボーイング747型機なら、離着陸が可能な2500メートル級滑走路を含め、計4本の滑走路がある。第42代アメリカ大統領ビル・クリントンが来訪した際、専用機エアフォースワンが滑走路を低速で走行中、排水側溝に脱輪したことがあり、その後、同空港の滑走路脇には、再塗装が施された。イリノイ大学アーバナシャンペーン校は17の教育研究組織で構成されている。イリノイ大学アーバナシャンペーン校の学部課程は2015年の US ニュースランキングにおいて全米大学総数およそ4000校中41位、州立大学中11位にランキングされており、イリノイ州のみならずアメリカ合衆国中西部を代表する大学の一つとなっている。また、世界大学ランキングでは1000以上の大学の中から25位にランクインしている。中でも工学、コンピューターサイエンス、図書館情報学、会計学、心理学などにおいて全米屈指のレベルを誇る。主要世界大学ランキング、US ニュース学部課程ランキング、US ニュース大学院ランキング。これまで21人の卒業生や教授がノーベル賞を、20人がピューリッツァー賞を受賞している。ジョン・バーディーンは、半導体の研究及びトランジスタ効果の発見と超伝導現象の理論的解明により、ノーベル物理学賞を2度受賞した。これまでのところ、ノーベル物理学賞を2回受賞したのは、ジョン・バーディーンのみである。また、アンソニー・レゲットがノーベル物理学賞、ポール・ラウターバーがノーベル生理医学賞を受賞している。1977年に6回説、1990年に3ドメイン説という生物の分類体系を提唱したことで有名なカール・ルーズは現在イリノイ大学教授。YouTube 共同創立者のスティーブ・チェニア・ジョード、カリム、ペイパルの共同創立者、マックス・レブチンはイリノイ大学工学部の卒業生。黎明期のコンピュータ及びスーパーコンピューティングに名を残したエレックシリーズをはじめ、コンピューティングに関する研究が盛んである。2001年宇宙の旅作中の宇宙船の頭脳である、コンピュータ HAL9000 は、本校のあるアーバナにあるという設定の HAL 研究所で開発されたという設定になっている。著名な機関として、米国立スーパーコンピュータ応用研究所がある。ここは、マーク・アンドリーセンが画像を、レンダリング可能な最初の HTML ブラウザであるモザイクを他のメンバーと共に作り上げた場所である。それ以前の1987年には利用者が仮想的に端末に接続し、計算機資源を遠隔地から利用できるようにするプログラムである NCS テルネットを作り出している。イリノイ大学アーバナシャンペーン校と IBM の共同で建設したペタスケールのスーパーコンピュータブルーウォーターズは2011年に完成。白人学生が演じるイリニウェク州長とマーチングイリニこの学校のスポーツチームはザ・ファイティング・エリナイであり、このチーム名は実在のインディアン部族であるイリニ連邦の名を借用したものである。激戦区ビッグ10カンファレンスに所属し、特に男子バスケットボールは全米トーナメントにたびたび出場する有力チームである。同チームは2005年に37勝2敗という同校史上最高の成績を残した。シーズン中はオハイオ州立大学に僅差で敗れた1敗のみ、ビッグ10トーナメントは優勝、全米トーナメントでも準優勝に輝いた。応援団兼マーチングバンドであるザ・マーチング・エリナイもまた高い評価を受けている。大学の運動部のシンボルは、インディアン民族のステレオタイプである、イリニウェク州長という白人学生が演じる、インディアンマスコットである。特定の民族を動物のように扱った人種差別の典型として、このイリニウェク州長、戦うイリニ族は、現在もアメリカインディアン運動、スポーツとメディアの人種差別に関する全国連合をはじめとする。多数のインディアン団体や個人から、その変更廃止を求めての激しい抗議運動を受け続けている。しかし、イリノイ大学は現在もその要求に応じる姿勢を見せていない。本拠地であるメモリアルスタジアムは2002年に NFL シカゴベアーズが従来の本拠地であるソルジャーフィールドが改修のため暫定的に使用された。ありがとうございます。